1960年時点のカラブロルカネ鉄道の路線図カラブロルカネ鉄道 M1C80 系。機動車はイタリア南部の地中海カラブロルカネ鉄道及びその後ろ身であるカラブロルカネ鉄道で使用されていたラック式のステンレス製機械式機動車であるイタリア南部の私鉄であった地中海カラブロルカネ鉄道ではカンパニア、プリャ、バジリカータ、 カラブリアの各州に1915年の34年に建設された 950mm 期間の13路線、計 737km を運行していた。このうち南アペニン山脈内の路線である2路線には、最急勾配100パーミルのラック式区間が設けられていた。そのうちの1路線は、小前坂丹沢タンザーロリド線で、 全長1 9 0 8トルのうち、カタンザーロ県の県都で、カラブリア州の州都でもあり、10世紀の都市に起源を持つ、旧城都市であるカタンザーロの標高約3 0 0ルの歴史的中心部と、丘の下の新市街を結ぶ区間のうち2 0 5トルが、最急勾配100パーミルのラック式区間となっている。もう一路線は、ラゴネグロスペッーのアルバネーゼ線は、 アペニン山脈南部のポリーの3階を通過する路線であり、全長 105.0km のうち、ラゴネグロ大聖堂で知られるラゴネグロ付近と15世紀のアルバニア移民に由来するスペッツァーのアルバネゼ付近の計 5.85km が最急勾配100パーミルのラック式区間となっていた。いずれの区間も開業以降、 ラック式の蒸気機関車で運行されており、スイスのベルナ・オーバーラント鉄道から譲り受けした SLM 製の二百五十系、二百六十型やセムッサ製の五百型が使用されていた。一方、イタリアでは一九百六年に自動車メーカーであったフィアットがミラノ万博でガソリンエンジンを搭載した車両を走行させたことから、 機動車の開発が本格化し、その後1930年代には、フィアットやブレダにより、大型自動車の技術を使用した、リットリナと呼ばれる、中型の軽量機動車が、イタリア国鉄を中心に広く導入され、自動車をそのまま軌道に乗せた、レールバス的な形態の小型の機動車も OM が、北ミラノ鉄道向けに製造した、MD500 型など、 いくつかのメーカーで製造されており、1931年には、フィアットが自動車に近い単単式で、定格出力5 5ットの手機と自動車用、変速機を搭載した、アルブ25を製造して、イタリア国鉄で試験運行されていた。このような中、旅客輸送量の少ない地中海カラブロルカネ、鉄道では、リットリナより小型のエミーネと呼ばれる、 単単式機動車を導入して、蒸気機関車が牽引する単編性の旅客列車を、代替して効率化とサービス向上を図ることとなり、1933年から35年に、カーミナティタセリー製の M11 型と、OM 製の M130 系の計21両が導入されており、M11 系のうち、M1CE14 号車が、ラック区間用の試作機となっていた。 ラック式の機動車は1925年に SLM がブラジルの個人向けに車軸配置1圧の小型のサロン付き機動車1両を納入したものが最初であり、その後1928年にスイスの古カオーバーアルプ鉄道に車軸配置1圧で電磁油圧制御式4段変速機を装備する b c h m に2型が導入されており、 カラブロルカネ鉄道が1934年に導入した M1CE14 号車はそれらに続くものであった。そして、この M1CE14 号車の使用実績をもとに、ラック式エミーネが量産されることとなり、1937年にピアッジオにより製造された機体が本港で記述する M1C80 型で M1C81 号車から、 M1C90 号車までの重量が導入されたもので、それまでのエミーネと同様に、キャブオーバーバスと同じく車体全部に手機と運転室を配置した、車軸配置1アズの単単式機動車となっており、M1C14 号車と同じく同輪トラック区間用のピニオンを装備していた。また、本形式は、アメリカのバットのライセンスに基づくステンレス製車体を、 有するということが大きな特徴となっていた。ステンレス車体は1934年にバッド車が製造技術を確立したもので、イタリアではピアッチオが生産をしており、本形式のほか同じ地中海カラブロールカネ鉄道の二軸、ボギー、電気式機動車である M2 で50型と北ミラノ鉄道の E750 系電車が同じ1937年に、 カザレッキ及びニョーラ鉄道の M1 系及び R11 系電車が1938年にイタリア国鉄で全長21メートルクラスの荷物郵便客車であるリュース93000から0 0 1一等客車のエイス13000から0 0 1二等客車のビズ230003が1939年に製造されている。なお、軽視名の M は動力車用 1>, 1は同軸数。C は、ラックピニオンのイタリア語であるクリメイリラに由来するラック式駆動装置を表すものであり、続く81から90の数字が基板を表しているほか、フランス語に由来するステンレスの略称であるイナックスを用いた塩味なイナックスの名称が使用されている。各機体の形式基板と製造年、製造書は以下の通りである。ありがとうございます。